はい、こんにちは。チャンネル登録者がおかげさまで10万人に達しました。本当にチャンネル登録していただいて、見ていただいている方のおかげです。感謝いたします。本当に感謝いたします。私、最初はもうチャンネル登録というシステムすら知らずに始めて、まあ、単にオイラの星、これですね、これの元となったあの10本の動画をパッと作ってあげただけで、しばらく何もしてなかったんですけども、まあ、だんだん数学この際でも上げていくかなっていうところから、始めて、で、まあ今は主に大学入試問題を中心にやってますが、まあ引き続き続けられる限り続けていきたいと思います。本当にまあこんなおっさんのざれ言に付き合っていただいている皆さんのおかげです。ありがとうございます。で、まあ今後もまあ同じように続けていきますが、まあ、昔やった古いネタなんかもちょくちょく掘り起こしてやったりもいたします。まあ全ての方が全部の動画を見ていただいている方も本当にいるらしいんで、まあそういった方たちはすぐに、あ、これ、いつかの問題だっていうふうに指摘してくださるんですけども、まあ、古く埋もれてるやつもちょっとまた掘り起こしつつ、まあ、新しいものとも取り入れてやっていけたらなと思います。で、じゃあ今日は、もう年も明けて、2021年、は来年ですね。まあ、来年の話をすると鬼は笑うと言いますが、これ両方20だと問題にならないんで、20の階乗の20乗根と、21の階乗の21乗根、どっちがでかいかと。これあれなんですかね、感覚のいい人はもう何もしないでも分かっちゃうんですかね。まあ私は分かんないですけどね。でまあ、とりあえず、こんな20乗根とか21乗根なんか普段絶対に使わないような類乗根は、まああったら邪魔くさいんで、まあ何乗根だろうと、N 乗根は N 乗すれば屋根が取れると。じゃあ、こっちだったら20乗すれば屋根取れる。こっちは21乗すれば屋根取れると。両方屋根取りたければ、まあ20と21は隣の数だから、互いにそうだから、最小公倍数はもう 20×21 の420乗してあげれば、屋根は取れると。じゃあ、20×420 乗すると、あっちは屋根が取れた上に、まだ21乗があるんで、20の階乗の21乗。で、こっちは21乗の根の屋根が取れて、で、まだ20乗するんで、21の階乗の20乗と。そうすると、累乗が少ないこっちは、21がもちろん20個かけてあって、で、まだそれ以下の20の階乗も20個かけてあると。で、こっちは、20の階乗は当然20個と、あともう1回20の階乗かければ20の階乗の21乗と。その両方にこの共通したものが現れて、これはもう差がつかないんで消えると。で、そしたらじゃああとは20の階乗 VS 21の20乗と。両方とも20個の数字の掛け算で、こっちは20から減っていく数、こっちは21が20個なんで、それは当然こっちの方がでかいですねということで、こっちの勝ちということになりますと。じゃあ、今後も、まあ、頑張ってやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。